俺の本当の名は懺悔を唱える大天使ウリエル。どのみちこの世界はすでに崩壊しちまったんだ。こいつがお前を新しき世界の創造主にするための試練だって言うなら遠慮なく行かせてもらうぜ。やっぱりな、あんだけ強さや力にこだわってたこの俺がなんだかな、負けたってのにちょっと悔しくないぜ。今度は僕の番だね。僕の本名は高貴なる死の大天使サリエル。人は目の前の逆境から逃げていてはダメなんだ。思い出させてくれたんだ。君に出会えたおかげで本当に幸せだった。次は僕の番ですね。僕の本当の名は復讐の大天使ラグエル。僕はあなたこそ親友セラフィムの理想を受け継ぐべき人だと。ですから手なんか抜きませんよ。できたのはほんの短い間でしたが、僕はあなたを二人目の親友だと思っています。やれやれ、やっとわしの出番か。わしの本名はすでに知っておる通り、破滅と生命の大天使ラファエル。わしをジジイと思って甘く見るなよ。何せ150億年も生きとるんじゃからな。
命を果たせたので、すぐにそっちに行くぞ。さて、やっと真打ちの途上か。力なき正義は無効である。正義なき力は圧政である。俺の名は最も邪悪なる大天使ミカエ。どうやら初めから俺とお前は戦う運命を背負わされていたみたいだ。だが他の連中を倒せたからといって、俺たち大天使の生命力を甘く見るんじゃないぜ。俺も天界を代表する戦闘天使と謳われた以上、俺の信じる正義の力はちょっとやそっとのもんじゃないぜ。全部聞こえてた。それよりあれを見て。大洪水で海底に沈んでたエデンの園。私、小さい頃にお母様から聞いたことがあるの。サタンっていうのは最も神に愛されるものって意味なんですって。でもそれだってあなたと一緒ならなんとかなりそうな気がするわ。それには私たちがたくさん赤ちゃん
作らなきゃね。